皆さんこんにちは。3月末でテレビ東京から独立しフリー転身を果たした森かすみさん。今回は森かすみさんに浮上している熱愛説、歴代彼氏、そして過去の騒動についてご紹介いたします。女性向けウェブメディアでの連載が始まるなど、フリーアナとして順風満帆のスタートを切った森かすみさんですが、独立早々男の噂が出てきています。テレビ関係者は次のように語っています。今森が小泉孝太郎と付き合っているという話が急浮上しているんですよ。小泉純一郎元首相を父に持ち、近年は大物独身俳優の一人として数えられる小泉さん。そんな小泉さんと森かすみさんになぜ交際説が出ているのでしょうか。両者は4時5時デイズの曜日違い出演者として接点があり、当時からいい感じの雰囲気だった。そう明かす前室のテレビ関係者は、熱愛説が現実味を帯びることになった2つの理由を挙げています。まずは森さんが明かした年上彼氏の存在です。4月24日、彼女はネプリーグに出演した際に、最高で何歳違いと付き合ったと聞かれて17と告白。ちょうど森と小泉の年齢差と合致するため、その17歳違いの男性が小泉のことではないかと言われているんです。しかも別れたとは言っていない、高度なほのめかしではないかとテレ東の元同僚らがざわついているんですよ。もう一つは小泉さんが語った気になる一言です。今年1月、小泉はニノさんと遊ぼで好きな女性のタイプを聞かれ、アルジャジーラ放送のアナウンサーを挙げたのですが、これもアナウンサーである森を意識しての発言ではないかという話なんですと前室テレビ関係者は話したと朝ゲープラスが報じています。森かすみアナは現在27歳、女子アナの平均初婚年齢は29歳ですので、そろそろ報道が出てもおかしくはないですね。それでは続いて森かすみアナの恋愛遍歴についてお話しいたします。調べてみましたが、森かすみアナの彼氏だと過去に発覚した人物はいないようです。女子アナの中には何度か彼氏とのデートを報道された方もいる中、森かすみアナはまだ熱愛報道0回とはすごいですよね。しかも森かすみアナは女子大を卒業しているため、元彼すらいないということがありえそうなのです。森かすみアナは東京女子大学現代教養学部を卒業しています。そして大学在学中にはアナウンサー事務所セントフォースの子会社スプラウトに所属し活動されていました。多忙な生活だったと思われ、恋愛どころではなかった可能性が高そうですよね。ではそんな森かすみアナの好きなタイプはどんな男性なのでしょうか。森かすみアナのプロフィールから調べて探ってみると、趣味がアイドルのダンスを完コピすること、体操観戦、特技がダンス、ピアノ、作詞作曲なんだそうです。ピアノや作詞作曲は森かすみアナの見た目通りの清楚なイメージですが、一方でダンスや体操観戦などアクティブな趣味も持っているようですね。しかも歌やダンスの実力はプロ級だというから、学生時代からかなり真剣に取り組まれていたことがうかがえます。森かすみアナの好きな男性のタイプはアクティブな人で、スラッとしている人よりも筋肉がある人のようです。では最後に森かすみさんの過去に起こした騒動について見ていきましょう。2020年9月、森かすみアナの会話の録音がツイッター上で拡散され大炎上となりました。これに対してテレビ東京が森かすみさんに対して聞き取り調査を実施していたことが週刊文春の取材で分かっています。9月2日、女子アナ2人の会話とみられる音声がツイッターの匿名アカウントにアップされました。テレビ〇〇の若手女性アナウンサー M と I の本性とはと記され、複数の音声が次々公開されていきました。テレ東社員は次のように語っています。番組名でうちだと分かった、 M は森かすみアナ、 I は池谷美優アナで入社2年目、当時昨年末収録前の練習に使うアナウンス室内の発声室での会話を録音されたものと思われます。彼女たちの SNS は音声がアップされて以降更新されていません。
流出した音声の内容は社内で波紋を呼びました。スキルをつけて、結婚して、適当ななんか事務所に所属して、土曜日日曜日だけ働くみたいな、それがベストだよね。そのために実績をテレ東で作ろうと思ってやってる。また今日超汚いスタッフさんとご飯だわ。めっちゃ毛深いし超怖かった。途中から猿に見えてきた、などとスタッフを小バカにする発言や、あの子たち踊ってるだけだからね、あんまり動きがないからお遊戯会みたい、と某有名アイドルグループをバカにする発言もありました。ツイッターでは M と I だとされていましたが、週刊女性プライムはこのアナウンサーを森かすみアナと池谷美優アナだと特定し、炎上する騒ぎとなったのです。テレ東は2人を呼び出し厳重注意、謝罪回りに行かせたそうです。しかし事件当初は謝罪していた2人ですが、次第に会話が盗聴された自分たちが被害者だと周りに話しているようで、反省の色は全くなかったそうです。また悪口を言われたスタッフは2人に接触禁止を命じられる始末、制作スタッフはアナウンサーに対して生ぬるい対応しかしない会社に怒り心頭だそうです。では森かすみアナらの陰口を盗聴し世間にさらした人物は誰だったのでしょうか。音声データからはメトロノームのような音が聞こえることから、アナウンス室部署内にある発声室が録音場所と見られています。しかしこの場所には限られた人物しか入室できず、基本的にはアナウンサー以外使用することはないそうです。であればテレビ東京内部の何者かが盗聴し流出させたことになります。しかも音声はかなりクリアに聞き取ることができ、発声室の内部を熟知している人物と考えられるようです。犯人はお二人の活躍に嫉妬した女子アナか、普段からお二人にストレスを抱えている男性スタッフだと言われています。この音声からはスタッフさんのことをかなり下に見ている様子がうかがえたので、普段からスタッフをないがしろにしたりバカにしたりしてスタッフからの反感を買っていたのかもしれません。どちらにせよ現在も犯人は特定されておらず、女子アナたちも疑心暗鬼になっていて、極力込み入った話はしないようにするなど異様な状況が続いていたといいます。この息が詰まる状況に耐えかねて退社や独立を検討しているアナウンサーも多いそう。森アナの退社もこの盗聴事件がきっかけの一つになっていると考えられるのではないでしょうか。この事件でも好感度を損なった森かすみアナですが、4月24日放送のネプリーグでの発言でも好感度が心配されているようです。付き合う際に年の差を気にする人は何パーセントとの問いに森アナは 32% と答えたが、正解は 59% と大きく外れました。これを聞いてネプチューン堀内健さんは、好感度意識した答えだったなと揶揄しました。森アナは、私結構実行上とか大丈夫なんですけど、と困惑気味。その後、最高で何個違いと付き合ったと聞かれ、恥ずかしげに17と答えると、堀内さんはおうとにやついていました。週に自炊をする回数を問われ、私はゼロですと胸を張った森アナは、全部外食です、料理できないんですよと開き直り、堀内さんは、開き直ってて素敵だな、そういう路線で行くんだ。森アナの恋愛事情を知った男性視聴者からは、森かすみアナおっさんの好感度爆上がり、17個上と付き合ってたってなんかリアルだなと概ね高評価。一方で、分かってはいたけどなんかショック、森かすみの発言いちいち敵作りそうでヒヤヒヤするわ、料理できないから全部外食って、森かす女に嫌われ度 200% の発言しまくりアナ W といった声も。女性視聴者は森アナの言動にドン引きした様子で、男性視聴者も女性受けが悪いと心配していました。女子アナライターは次のように分析しています。3時のヒロイン福田真希さんに聡明さを残しておかないと、釧路さんとか竹内義恵さん方面に行っちゃうとアドバイスされていましたが、まさにその通り、男性受けばかり狙った受け答えを繰り返していると、竹内さんのような嫌われキャラになり下がりかねない。
森霞アナがフリー転身早々正念場に立たされているのは間違いないようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。